皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今日は弁慶様から商品提供いただきまして、このウィットマインドデュオというデスクスタンドをご紹介していきます。いわゆるね、学習用のデスクスタンドなんですけれども、非常にね、多機能で賢い学習用のライトスタンドです。でもちろんね、今はご家庭の方で仕事をされる方も増えていますので、家庭での作業用、お仕事用のデスクスタンドとしても非常に役立つのではないかと思います。ウィットマインドデュオには2つのタイプがあります。で、今回僕が提供していただいたのは、こういう台座のある卓上タイプのものを提供していただいたんですけれども、机のね、端っこなんかにネジ式のクランプで留めるタイプ、クランプタイプもあります。で、僕の場合はね、机の上で商品レビュー用の写真を撮ったりするので、あちこちライトを動かして使うので、こういう卓上タイプを提供していただきましたけれども、もしですね、クランプタイプと卓上タイプ迷った場合は、卓上タイプを選んでおくことをお勧めします。っていうのはですね、クランプだけは別売りで販売しています。 Amazon で1980円で購入できますので、まあ、卓上タイプを購入しておいて、あ、やっぱりクランプタイプがいいなっていう場合は、そちらを購入するとクランプタイプとして使うこともできます。さて、まず外見のフォルムから説明していきたいと思いますけれども、もう見た感じね、非常にスッキリしたフォルムですよね。こういうアームタイプのもの、よくあるのは外側にこうバネがついたメカニカルな、そういうタイプのものがありますよね。ちょうどここに俯瞰撮影で使っているそういうアームがあるんですけれども、こういうバネですよね。こういうのも僕は好きなんですけれども、これ一つ欠点があって、ここにね、ホコリがたまるんですよ。で、その点このマインドデュオに関してはそういう一切不要なものがないので、まあ、お掃除もね、楽ちんです。で、カラーバリエーションはもうこの白一択なんですけれども、すっきりしたデザインですので、白が非常に似合っていて、僕は気に入っています。はい、それではマインドデュオのたくさんあるね、機能を説明しながら、いい点を紹介していきたいと思います。商品提供ね、していただいて、すでにね、もう数日間使ってみたんですが、まずね、最初に気がつくのは取り回しの良さですね。ライトのね、性能じゃなくてそこかって言われるかもしれませんけれども、こういうアーム型のスタンドの使い勝手の良さって、このね、取り回しの良さが決まるんですよ。でね、これは卓上タイプですので、まあ、あんまり引っ張ると浮き上がってしまいますので、ちょっとこれを押さえないといけないっていうのはあるんですが、何がいいかっていうと、ピタッと一発で止まるんですよ。止まってほしいところでしっかり止まってくれる。で、しかもね、いちいちこうネジを締める必要もないんですよ。一応関節と呼びますけれども、関節が硬いなっていう時はこうネジを緩めてもいいんですが、これでね、手を離してもほら落ちないんですよ。バタンとならない。このあたりはね、非常にいいですよね。はい、特にね、さっき言ったように、僕は商品レビューの写真を撮るために照明をこう角度を変えてあちこち動かしたりしますので、いちいちこうピタッと止まってくれるっていうのは非常にありがたいです。まずそこがね、最初に気がついた、あ、いい点だなっていうところですね。はい、2つ目です。ここからはね、ライトとしての機能を紹介していきますけれども、このマインドデュオのね、特徴の一つとして、照射範囲が広いっていうのがあります。で、皆さんね、こういう照明の使い方をしたことないですか？室内の照明は全部消して、卓上の学習スタンドのライトだけをつけて、要するにここだけを照らして勉強するっていうことをやったことないですか？で、この方法をすると周りが暗くなって見えにくいので、すごく集中できるんですよね。で、僕も学生の頃にそういう方法をとって勉強したことがありますが、僕が学生の頃ですから、当然その時のライトは電球です。白熱球です。で、白熱球っていうのは光が放射線上に広がるので、天板からね、短い距離でもある程度は広い範囲を照らしてくれるんです。ですが LED ライトっていうのは電球と比べると寿命が長かったり、あるいはね、消費電力が少なかったりっていうメリットはあるんですけれども、光が直線的に進むっていう特徴があります。で、これはいいところでも悪いところでもあるんですが、学習スタンドに LED ライトを使うと照射範囲がすごく狭くなります。で、その欠点をうまく解決しているのがこのライトで、まず1つ目、正面から見ていただくと分かると思うんですが、左右に反り上がっていますよね。この下に LED がこうずらっと並んでるんですけれども、まず反り上がることで照射範囲を広げています。それがまず一つ。
それからこのね左右に細長いハンマーヘッドシャークみたいな頭をしてるんですが、この両側に LED ライトが並んでいます。でその LED ライトの一つ一つの間を斜めにですねルーバーが入っています。ルーバーってあれですよね、あのエアコンの吹き出し口にある、風向きを変える仕切りみたいなやつですよね。であれが細かく入っていることによって照射範囲を広げてくれます。公式ページによると40センチぐらいの高さ、まあ、大体これぐらいですね、この高さで照射して95センチの幅の照射範囲があるっていう風に出ているんですけれども、実際にですね、やってみました。まあ、今ちょっと明るいので夜にね撮影したものを見ていただきますけれども、95センチ照射してくれると、例えばお子さんだと教科書とノートを広げてまだまだ全然余裕がありますよね。それから社会人の場合ですとノートパソコンと紙の資料とかを広げて十分作業できるスペースになります。はい、これ1台で集中して勉強できる、あるいは作業できる環境が作り出せることができます。はい、でここからこのライトの先進的な部分をご覧いただきたいと思うんですけれども、先ほどねもうすでにちらっと映ったと思うんですけれども、ここにですね2つセンサーがあるんですよ。こちら側、左側のが人感センサーで、右側のくぼんでる方が照度センサーって言います。で人感センサーの方はね周りに人がいるかいないかを感知するセンサーですね。で照度センサーの方は周りの明かりの状況、それと自分が照らすことによって対象物に十分な光が当たっているかどうかを判断するセンサーなんですが、このね照度センサーが実は電源のオンオフのスイッチを兼ねています。でちょっとやってみますけれども、約2センチですね、センサーから約2センチのところに手をかざすとライトがつきます。でもう一遍手をかざすと消えます。触れる必要がないんですよね。すごく便利ですよね。こういうライト歯医者さんで見かけたりすることがあるんですけれども、ね、触る必要がありません。それからもう一つですねスイッチのオンオフの仕方があって、それは人感センサーですね。で人感センサーを作動するためには人感センサー自体のスイッチがここにありまして、はい、照明のこのヘッドの部分の裏側ですね、ここにオンオフのスイッチがあります。このスイッチをオンにしてやることによって人感センサーのスイッチが入って、で人感センサーがね働いてるとどうなるかというと、だいたい40センチぐらいのところに人間が近づくとスイッチが入ります。でもしスイッチを消さずに離れた場合に約ね30分経ったらスイッチがオフになります。まあちょっとね30分経ったらスイッチがオフっていうのはちょっと長すぎるんじゃないっていう気もしないではないんですけれども、まあそれでもですねつけっぱなしで消し忘れてどっかに出かけた時に自動で切れてくれるっていうのはまあありがたいですよね。はい、次です。このライトのほとんどの操作をここで行います。このね丸い部分、ダイヤル式であり押し込むボタンでもあります。それとここに LED が入っていてインジケーターの役割もしています。でいろいろ機能があるんですが、まず一つ目からいきます。ちょっとね、今このインジケーターのランプの光が見えにくいと思いますので、これも夜に撮影した映像をご覧ください。このライトはね照度センサーで最適な光の状況を教えてくれます。で最初ねこう赤く光ってますが、これ暗いんですよね。でこういう場合には右に回すと緑色にランプが変わります。もう一遍左に回すと赤に変わって、これは暗いですよっていう風に教えてくれます。はい、でもしね明るすぎますよっていう場合はこのランプが青くなりますね。そうやって最適な光の量を教えてくれます。はい、次です。このライトはね色温度の調整もできます。で皆さん色温度ってご存知でしょうかね。と炎の場合、例えばろうそくの光ってオレンジ色っぽい色ですよね。であれは温度が低いんです。高温の炎になるほど青白くなっていきます。例えばガスコンロの炎が青白いですよね。でそれと同じように光にも色温度っていうのがあって、電球、白熱球のようなオレンジっぽい黄色みがかったような色味、これは暖色系とも表現しますけれども色温度が低いんです。で逆に青白い光、水銀灯とか LED ライトなんかはそうなんですけれども、これは色温度が高い、ただし、まあ、青白いですから寒色系の光ということになります。でねちょっとややこしい話なんですが、実は人間がリラックスするときは黄色みがかった暖色系の色温度の低い光がいいと言われています。で逆に
学習とか仕事とか集中力を必要とする場合は色温度の高い寒色系ですね、青白い光が向いていると言われています。でこのマインドデュオはその色温度を調整することができます。で調整方法はですね、ここの丸いボタン、これを1回単押しするんですけれども、ちょっと見えにくいと思いますので、これも夜に撮影したものがありますのでご覧ください。はい、今押したらね、インジケーターが変わりました。左が赤で右が青です。で赤い方向に回していくとライトが黄色みがかった状態になりますよね。で右に回すと青白い光になります。色温度の高い寒色系になります。はい、なので、このね切り替えを利用して、まあ、ちょっとねリラックスしたいなっていう時には、色温度の低い暖色系のものを、それからよし勉強するぞ仕事するぞ集中力だっていう時には、色温度の高い寒色系のライトに切り替えるっていう風な使い方ができると思います。このね色温度を使い分けることによって、非常にね便利な2つのねモードがあるんです。でこのライトで僕が一番気に入ったのがこの2つのモードの切り替えなんですけれども、それはですね、読書モードというものとデジタル読書モードというものです。でその切り替えもやはりこのね丸いボタンで操作するんですが、今度は2秒間長押しです。これもですねちょっと分かりにくいと思いますので、夜に撮影したものをご覧ください。まずね2秒間長押しします。すると青白い光になるのが分かりますかね。で強めに光って弱くなって調整してくれます。でまた2秒間長押しすると、今度は黄色っぽく変わって光の量を調整してくれます。読書モードとデジタル読書モード、何が違うかというと、これは紙の本とか資料を読むモードと、タブレットやスマホ、あるいはね PC の画面などデジタル機器の画面を見る場合の違いなんですよ。紙に印刷された文字を読むときは、色温度の高い青白い光の方が向いているんですね。で、これに関しては僕はちょっと面白い体験をしたことがありまして、さっき言ったように色温度の低い黄色みがかったライトの方がリラックスするんですよね、人間はね。で、それを知ったときにリビングの蛍光灯をちょっとね暖色系のものに変えたことがあるんですよ。で暖色系のものに変えて若干その光の量を落とすと人間はリラックスしやすいっていうことなんですが、確かにねリラックスはするんです。ですが気がついたんですよ、そこで本を読もうと思うと全然読めないんです。文字がなんかこう目に入ってこないんですよね。であれおかしいな、俺目が悪くなったのかなとか思ってたんですが、うちの妻も同じようなことを言い出して、で気がついたんですね。あ、これは光が暖色系だと文字が読みづらいんだ。ですぐに青白い光の一般的なね蛍光灯に変えるとまた読めるようになったんですが、その経験があって、実はそれ以来家中のライトを青白い光のものに変えました。でね、今回この商品を提供していただいて、読書モードとデジタル読書モード2つのモードを、机の上とあとね、夜ベッドサイドに置いて布団の中に入ってね読書する時にも使ってみたんです。で確かにね読書モードねいいんですよね、本を読みやすいんですよね。でまあそれはそれでいいんですが、iPad とか Kindle を使って電子書籍をデジタル読書モードで読んでみたんですよ。そしたらですね、かなり目が楽なんですよね。でそこでねまた気がついたんですよ、僕はどうも青白い光を強く浴びすぎているんだなっていうことが分かったんですね。でそりゃそうですよね、デジタル機器のモニターってそれ自体がブルーライトを発光してますので、さらに周りの光もねブルーライトだとそれは目が疲れるのは当たり前で、PC の画面も含めてデジタル機器のモニターを見るときには周りのライトが若干ね色温度を落とした方がいいっていうのは、今回この商品のレビューのためにいろいろ試してみて分かりました。なので今ご自宅でパソコンを使ってお仕事されている方多いと思うんですけれども、一度ねちょっと照明を見直してみてはいかがかと思います。仕事のね効率を上げる、集中するためにライトをデスクライト一つにするのであれば、色温度を調節できるものを使った方がいいのではないかっていうのがここ数日間のね経験で分かりました。まあね、そういう状況に応じて使い分けできるっていうのもこのライトのいいところだと思います。はい、ここまでね Wit Mind Duo の機能を説明しつつ、まあいいところをね紹介してきたんですけれども、レビュアーとしてはねやっぱりねいい点もあれば悪い点もありますよっていうのを言いたいわけですよね。提供されたからといって褒めちぎるだけっていうのは僕の主義に反していますので、ここが使いにくいですよ、いまいちですよっていうことをお伝えしたいと思ってですね、この数日もう
目を皿のようにしてですね、重箱の隅をつつくようにどっかダメな点ないかなと思って探しまくったんですが、悔しいことにライトの性能に関しては全く言うことはありません。問題ないです。このライトね、すごいのがね、ちらつきもないんですよ。本当にね、ライトとしては欠点がないんですよね。でただそれでは悔しいので、何かここがもう一つですよっていうのを言えないかなと思って探したら、ライトの性能としてはまあ文句のつきはないんですけれども、一つだけ見つけました。お値段が高いんですよ。これね、24,800円します。でただこれも考え方なんですよね。庶民感覚でデスクスタンドの価格というと、まあ数千円から高くても1万円ぐらいまでっていう気がするんですけれども、そこからすると24,800円っていうのは破格の値段だと思うんですけれども、ただね、考えてみてください。これね、 LED ライトです。このライトの寿命が5万時間だそうです。で5万時間を例えば1日8時間使ったとして17年間使えるわけです。で17年間というと、例えばお子さんがね、小学校1年生で入学して小中高大学卒業するまでが16年間です。ずっと使えるんですよね。であるいは社会人が家で仕事をするときに17年間使ったとすると、勉強の効率、作業効率と値段を考えた場合に決して高くはないなっていう気はします。まあ要はね、使い手次第っていうことなんですよね。はい、あと、その他の機能としてちょっと付け足しておきますけれども、ここにですね、 USB ポートがあるんです。これ充電用です。まあそういう点もね、非常に便利ですよね。はい、ということで、いろいろと説明してきましたけれども、今回は弁球様からレビュー用に商品提供していただいた WIT Mind Duo というデスクライトを紹介しました。お子さんのね、家庭での学習、それから、お父さんお母さん方の家庭でのお仕事の証明としていかがかなと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。